詩人が支え夏にございます。助けにござりまする。武将の方々をお助けするため、ツルツルラウラの戦場を東へ西へ、我ら縁の下の力持ち、名古屋おもてなし武将隊陣笠隊、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、先ほどまで忍者の演舞をご覧いただきましたが、これよりは我ら名古屋おもてなし武将隊の演舞でございます。その前に皆様方にお願い事をさせてくださりませ。周りを見渡していただきまして、小さなお子様がいらっしゃいましたら、ご家族ごと前の見やすいところへと出してあげてくださりませ。そして今立ってご覧の方々、後ろの方も見やすいようにできるだけ前から順番にお座りいただきますようにお願いいたします。ありがとうございます。その際にですと、あちら青い箱の中には無料貸し出しの敷物が入っておりますので、皆様お尻が汚れて嫌だよという方がいらっしゃいましたら、ぜひお使いくださりませ。無料でございますのでな。あ、たすけさんがいくつか持ってきてくれるかもしれません。使いたいよという方がいらっしゃいますか。 こっち側のところに使いたいよという方、あ、いらっしゃいます。ありがとうございます。たすけさん、たすけさん、どうぞどうぞ。あ、もう向こうのな。あ、お使いくださいませ。すいません。こちらにもお願いいたします。たすけさん、お、えですか、えですか、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ皆様もあちらの青い墓に敷物を入っておりますので、ぜひお使いくださりませ。いくつか畳んでお使いいただきますと、ちょっとふかふかして痛くなりにくいやもしれません。さあ、それでは皆様、あ、ありがとうございます。多くの方にお座りいただきまして、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、後ろからも赤子がようこそお越しくださいました。ありがとうございます。皆様のおかげで整ってまいりました。さあ、名古屋城、現在ですな、紅葉が見頃を迎えておりまする。例えば皆様の後ろ側、あ、見えますな。はい、見えまする。あちら二の丸東邸の方にもございましたり、お風景丸というここから真反対の場所になるんですけども、堀沿いのところもとても綺麗に紅葉が進んでまいっておりまする。ゆえに満載する赤子もね、ぜひね、後で紅葉見てくださりませんか。ありがとうございます。さあ、では紅葉を見に行こうよ。いやありがとうございます。優しい皆様に助けられております。紅葉見に行こうよする前に、まずは我らの演舞をご覧いただきたいと思います。そこで皆様方にもやっていただきたいことがございます。それは勝ち時でございます。はい、勝ち時とは右手の拳を大きく掲げ、えいえいおーえいえいおーえいえいおー、三度あげる戦勝祈願にござりまする。はい、皆様方にはこのおーの部分を一緒にやっていただこうと思います。それでは練習いたしたいと思いますので、皆様方右手の拳を掲げてくだされ。さあ、右手をグーにして上に上げてくださりませ。ありがとうございます。ありがとうございます。後ろの皆様も一緒にお願いいたします。ありがとうございます。大きく掲げてくだされ。ありがとうございます。それでは参りますぞ。はい、見られるもの勝ち時じゃっさり。えいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございます。我らの M 最後までお楽しみくださいませ。我ら名古屋おもてなし武将隊は400年前よりよみがえりし者の集団。本日は現世という戦国の世を生きる皆様方にたくさんの元気とありったけの勇気を誠心誠意お届けする所存でございます。世は太平なれど、その暮らし楽にあらず、民は必死に生きております。その様は400年前戦国の世と何も変わりませぬ。故に方々は蘇る。刑事殿、ここはどこじゃ。
戦場にござる。ここは桶狭間か。違うの。ここは三方ヶ原か。違うの。助けここは長篠か。違いまする。夏ここは関ヶ原か。違いまする。ではどこじゃ。日の本の国平成令和合戦場にございます。面白い皆の者出陣しよう。さあ皆の衆手拍子と参ろうか。わしやにてが、なんじゃそのうなずき方は。いいから皆の衆、写真を撮れ。撮った写真は後で拡散いたせ。いや、歌舞伎者とは仲間を愛し、自由を愛し、誰にも恋せに我が道を行く者よ。わしが前田明史。いや、ほー、秀吉様に生涯を尽くし槍を振るい続ける男、忠義を尽くして城を築く加藤清正。望みは何じゃ。まだ望みは不要な血が流れぬ明るき夜なり。我が築きし名城の石垣は天が大変な自然よ。わしが加藤清正である。せいや、皆の者、勝利の前祝いじゃ。勝ちの気をあげよ。は、名古屋とここに集まりし南屋の
明るい未来に向かって勝ち取った。それえいえいあーえいえいあーえいえいあー我らはここに蘇る。我らはこの時代に生きる皆の声を聞いた。必死に誰かを幸せにするために戦い続ける皆の声を聞いた。だから我らはここに蘇る。どんなことが起こったとしても共に苦しもうではないか。共に悩もうではないか。共に喜ぼうではないか。共に楽しもうではないか。共に生きようではないか。我ら名古屋おもてなし武将隊はい。名古屋おもてなし武将隊でござる。我らのことを初めて見た。そういったものは手を挙げてみよう。おおおおなるなぁ。どっから参ったんじゃ。ことによってはただでは返さんぞ。どうすぎだ。どっから参った。さよ天体ムツの国から。おおムツからが東海旅来た。あきしか藤崎百貨店毎年正月に行っておる。わからんだろう。仙台で有名な百貨店じゃ。実は我らが全国各地に参り、この名古屋の周知に励んでる次第なんじゃが、今別動隊がちょうど大和の国は奈良県さようにござる。こちらに援軍に参ってる次第で奈良県から来たようちものおるか。奈良の者はおるかな。おらぬ。あいや恥ずかしくてあげれんのだな、きっとな。そうじゃわな。日本人は大体そうじゃ。大事なということは己を主張していくがよいぞ。俺も教訓でござる。まあしかしながら改めてな、我らが一体どういった存在なのかと思うさま、我らは愛知名古屋にゆかりのござる6名の武将4名の陣がさ、計10名にて名古屋を世界一の観光都市へ戦がために日々さまざまな戦をしておる。待て待て。おう、熊本の人と山形の人で名古屋関係ないぞ。いやいや、生まれがこの名古屋なんじゃ我ら。なるほど、極まさ熊本の人だと思ってたもの、俺おるではないか。まことか。わしは生まれがこの名古屋なんじゃわな。して27の頃に熊本を治めようした。かくいう前田刑事殿は、わしは10年間だけ名古屋におって、おもうあとは住民票を転々としようか。転々と転々と転々と住民票を変えようか。遊ぶ人生。いやそんなことはござる。全国を見聞きして見聞して回った次第なんじゃが、さよりござるわな。こたびは
多くの者に名古屋の地を楽しんでもらうべく名古屋の名物を教えてやったりと、我らの勇ましき演舞を届けてまいってる次第だよ。してさらに我らはそなたらにどれだけ噛んだな届けなき言葉がござる。さあでは例のものを持ってまいれ。さあでは改めて我らが届けたき言葉はこちらじゃ。せーのドン、ようこそ名古屋へ。私もよう入った。 Welcome to 名古屋。ファイファリミング。アテレン語も中国語も話せ申す。さよ、異国の地にはもう12カ国以上回ってる。さようにござる。まあこれしか話せんだけどもさあ日本語一本で回ってる。さようにござる。ではこれよりはな、我らとも戦っておる忍びの者たちも呼んでまいろう。では服部半蔵忍者隊の者たち出てまいれ。さあでは忍びの者たちもちこ寄ってくれ。ではこれよりは記念写真の時間じゃ。しかとそなたらのからくり機にな我らの姿を収めよう。では刑事殿の数をば。もう一度下がり申すか。そうじゃな、全体の皆さんヌシャのためじゃ。言えるか。優しいだろうわし自分で言うてしまうわ。さあ参る。一つ二つ三つ。ではバテレンゴで、お、ワン、ツー、スリー、オッケー。わあ、締めはフィニッシュでもようござる。オッケーってどういうかしてるか。よいぞ。はいって意味だ。はいってことだ。一二三、はい。はいってこと。よし。では締まりがいいと思うて、この言葉選びを。同じ要領で次は中国語で参ろう。では民の国参るぞ。いざ。一、二、三。そして日の本の言葉で、みんな取っとるかわしかぞ。一つ、二つ、三つ。ではこれにて。おお、はいとは言わないんだね。日本語ではいをちょっとしまらんな。言い方にもよりやもしれん。確かに。まだ帰れてないぞ、ヌシラ。さあ、では今一度。では次、助け参るか。では、助け数を数えて参る。一つ、二つ、三つ。次は、異国の言葉で。あ、一つ、二つ、三つ。申し訳ございません。拙者、バテレンコから話せませんゆえに。いや、よいぞ、力技で参ったな。はい、やったいやいや、突っ込んでから失敗して。自分からいきなりすいませんか。締まりが悪いのか。ボケたくせに自分で回収しに来るのよ。まあ恐れてしまったんだろうな、わしらにな、きっと足軽だで。で、これにてどうするんじゃ。さあ、この後忍者隊はいかがいたすか。おもてなしに参りまする。では、この後に忍びの者たちはおもてなしに参ると。えりな、忍びと交流を深めたい者は忍びの後についていくとよい。では、以上、服部半蔵忍者隊でござった。拍手。そして、我らはまだこの場所にとどまり、参ってくれた主は共に楽しんで参ろうという踊りを、この主はで一緒に踊る舞を考えてきた。お、昨日考えたんじゃ。昨日だよ。嘘はよくないぞ。まことよ。まことか。昨日考えたんじゃ。では踊る。そう、踊りと申して来たる1月26日27日に中部国際空港、通称セントレアと呼ばれる我らが第二の拠点である場所にて、全国の武将隊を集めて大博覧会宴と呼ばれるこの催しを行ってまいる際に、皆々と一つになるべく総踊りというものを行ってまいる。それをこれから皆と一緒に踊ってまいろうとして、まだ帰るでない。それが苦手なのか。簡単じゃぞ。踊ると言うなら帰ろうとし始めるってやめてちょうよ。簡単じゃ。昔から踊るの好きだろ、この人は。どうせ違うのか。いや、それは人によりけりやもしれない。人によりけりか。いや、早速やってまいりじゃ。非常に簡単じゃ。では皆の衆、まず拳を用意いたせ。拳をば。みんなあげるまで続き言わんよ。さあ、このまま日が暮れてもらうよ。ほら、さようさよう。おい、この状態で鏡だと思ってくれ。清正をな、日本といたして拳を突き上げて、あ、すまん、こっちだったな。おい、突き上げて、はい、逆、左、右、右、はい、逆、左、右、左、うん、いいぞ。そして、開いて、続いて拳じゃなく手のひらで開いて、そして、すっと前に出て、パチン、
なんとこれだけ。簡単。これを一晩かけて考えたと。一晩かけて。もっといろいろ考えたのではござらんか。いや、もっと難しいの考えた時はみんなができるように考えたんじゃ。一周回ったんじゃな。一周回った。いや、よくわかるけど、俺です。じゃあ流れでやってまいろうか。ちなみにこの拳を上げるときに、えいと申す。えい、えい、おー。えい、えい、おー。開いて、開いて、前へ出て、ちょん。清正。うん。もうできてしまった一晩で考えたやつみんな素晴らしい。これはもう一度流れでやってまいるか、それとももう早速ぶっつけ本番でまいるか。ぶっつけ本番じゃろ人生は。そうじゃな、ネタどこ勝負でござるわな。事前に用意せえっていうな。しかしながらこの振りだけでなくその他の振りのところはぜひとも皆さん手拍子で叩いたり、まあ、見よう見まねで一緒にやってほしいと。非常に簡単だでな。さあでは皆さんもやってまいろうか。では音楽開始。それまずは手拍子。素晴らしい速い方できてる。欲しいこと何もない。開いていこう。開いてもうじゃんもうバカのファイルのところ、はい、上げて上げて、はい、はいはいはい、うーあ開いて開いて大きく開いて、はい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 、うーあおいしょ。実は振りこれだけ簡単じゃろ。踊れた。もうこれだけ。さあ回って簡単簡単はい。手拍子なんとこれの繰り返し。お得。えいえいおえいえいおー、えいえいおー、開いて開いて前に出て、えいえいおー、えいえいおー、開いて開いて前に出て、素晴らしい。わしの特別席もみんなできてる。開いて前に出て、大きく開いて、ここ大丈夫。どうじゃんの、可愛くやろう。はい、大きく開いて。いや、助けみたいにやろう、助けみたいに。回しみたいに。元気よく。パパパ開いて開いて、うーパいいぞ。はい、大阪市で決めるの大きくやって、はい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 、うーパあだん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 だはい、また手拍子。驚きなことに同じことを3回も繰り返すという。もうお腹いっぱいだよな。わかる。もう2番まででいいんじゃないかと思ったけど、作ったものがいや最後までやろうよ。あと最後はもっと回数が多いということで、それはコールがコール6回以内と見てる。はい、もう1回いこうか。えいえいおーえいえいおー、開いて開いて前に出そう。えいえいおーえいえいおー、口ヘンタップ素晴らしい。ほんじゃな、異国のこともやってくれるよ。はい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 、無理やり付き合わせたけれども、みんなが笑顔でやってくれてよかった。いや、よかったよかった。もうもはやパワハラなんじゃないかというぐらい無理やり付き合わせたけれども、いや笑顔になった。いや笑顔じゃ。ただ気づいた清山さん、異国のものがダッと離れていったというやはり難しかった。まだ国々を掴むのにはな、我々ももっと力を出せればな。僕はバテリング版をやろう。言ったけども、逃げるわ、わしお前、モノノフとして恥だぞ、今のは。ちゃんと聞いたけども、見切り発車したけども
やめてくれ。まあ、誠にな、まあ、この踊りは簡単なのでな、ぜひともまた、1月の27日にな、中部国際空港セントレアにて、その催しの最後に狙いで踊ってまいるので、それを覚えて、ぜひともセントレへ足を運んでもらいたい。以上、総踊りでござったさあ、じゃあな、我らはこの後、退陣かすけども、午後は、14時30分に再びこの二の丸広場にて演舞を行い、その後は、好きな武将と写真が撮れる時間を設けてまいるのでな、ぜひぜひまた時間があるものがおらば。そうなんじゃ、実は本来であればこの時間も写真撮影を行っとんじゃが、別の戦がござるということで我らは退陣して、引っ張っといて、さあよ、引っ張っといて最後何もないという多分写真撮れるんじゃねえかって雰囲気がちょっと伝わってきたけれども、基本撮ったけどもさ、うん、まあぜひともそれは14時半以降の演舞の時に一緒に写真を撮ろうではないかということで、ぜひとも多くの者たちにこの後も名古屋城本丸御殿なんかも見どころがござるゆえに、最後まで楽しんで演舞見に来てもらいたい。では皆の衆、最後まで存分に楽しんでまいれ、また会おう、さらばじゃ。わしらからあるものを借りたじゃろう。そのケツに敷いてあるものだ。そのケツに敷いてある敷物畳んで、あちらの皆が見ての左手方の青い箱に返却してもらいたいというわけじゃ。良いかな皆の衆。そして落とし物がなきようにゆるりと立ち上がって名古屋城を最後まで楽しんでくれ。この度は本人ありがとうございました。さらばじゃー。